皆さんこんにちは。千葉市広報番組千葉情報クリップ、山口正孝です。この番組では千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。さて5月後半号、はじめはピックアップ千葉のコーナーです。今回はシリーズ特集、千葉市で農業体験を楽しもうの2回目です。それではご覧ください。花見川区にあります千葉市ふるさと農園にやってきています。今回も千葉市ふるさと農園の魅力探っていきますよ。さあ、何やら今日は畑作業を体験できるそうなんです。楽しみです。花見川区三角町にある千葉市ふるさと農園は敷地およそ2万400平方メートル都市エリアと田園エリアからなる施設です。市民の皆さんが農業講習や実習などを通して土や自然に触れ、農業に対する理解を深めてもらう市民ふれあいの施設として整備されました。さあ、今回もご案内してくださるのは千葉市ふるさと農園の斉藤さんです。よろしくお願いします。斉藤です。どうぞよろしくお願いします。斉藤さん、今回私は農業体験をできるとお伺いしてやってきました。ふるさと農園自体では一体どんな農業体験できるんでしょうか。はい、千葉市ふるさと農園では様々な農業体験ができます。ここワクワク農園では年間通してなんと20種類以上の野菜作りが体験できます。しかもですね、種、苗、肥料、道具、野菜作りに必要なものはすべて当園で用意しますので、誰でも気軽に手ぶらで園芸を楽しむことができるんです。非常に頼もしい。どなたでもこちらのワクワク農園は利用できるんでしょうか。もちろんなんですが、人気で現在空きがない状況です。もう今は空きがない状態、はい、人気のワクワク農園ですが、この他にも年間を通して野菜作り体験ができる農業体験教室や秋冬野菜の野菜作り教室をはじめ、料理教室、親子体験教室などさまざまな体験教室を開催しています。ではこれからジャガイモの植え付け体験を教えていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらで行うんですね。はい、そうです。どのようにすればいいんでしょうか。じゃあ見本見せますので。くわで、深さ20センチぐらいの溝を掘ります。掘った土は脇に寄せます。はい、じゃあ山口さんやってみてください。はい、では交代して失礼いたします。うわ、クワ持つのも人生初めてですよ。失礼します。ほ、なるほど。土をしっかり上げて20センチ目安としては掘っていく。続いては種芋を植え付けていきます。あ、半分に切った種芋。はい、はい、で間隔はだいたい30センチ、足1つ分ですね。こんな感じで置いていきます。なるほど。じゃあちょっと真似して足ちょっと置いてみますね。はい、足を置いてかかとの位置のところに半分に切った種芋を断面の方下に、はい、そうですね、切した方、はい、その後、はい、芋と芋の間に肥料を置いていきます。ほう、土作りに大事。肥料は牛糞堆肥を2つかみと化成肥料を1つかみを種芋の間に置いていきます。ちょっとね、この後は掘った土を戻して、はい、これを簡単ですね、クワでやってみて。はい、わかりました。で、平らになるようにならしてくださいね。はい、平らにしないといけない。はい、はい、低くなってるとそこに水が溜まったりしますんでね。じゃがいもの植え付け体験はこれで以上ですか。はい、ありがとうございます。ちなみにこのジャガイモはこの後どうなっていくんでしょう。これから芽が出て、花が咲いて、6月になると芋ができて、それを収穫体験できるんです。もう2ヶ月ぐらいでじゃあできちゃうんですね。まあ、2ヶ月半ぐらいですかね。面白いな。自然の力強さ、神秘さも感じることができました。貴重な体験どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。千葉市ふるさと農園では様々な教室を行っています。
こちらは手作り体験教室の一つ、春の寄せ植え教室です。この日は忘れな草やクリサンセマムムルチコーレなど春の草花を使った寄せ植えを作りました。参加した皆さんは講師の指導のもと、用意された草花や木のリースなどの小物を使って自由な発想で思い思いのお花の世界を作っていました。面白い、もう夢中で無言でやってしまいます。皆さんの見てもすごい楽しいです。バレエを忘れて子供に帰りながらできるところがすごく素敵だと思います。手作り教室は季節のさまざまな植物などを使っていろいろなものを作る楽しい時間です。千葉市ふるさと農園の人気商品の一つが挽きたて入れたてのコーヒーです。コーヒーを飲みながら、瀟洒な木造建築に囲まれた中庭でゆっくり過ごしていただくのもいいかと思います。さあ、おすすめのコーヒーとアイスクリームを用意していただきました。ではアイスコーヒーいただきます。アイスコーヒーですけれども、ガツンとコクを感じる、でも後味はすっきりしていて飲みやすいです。美味しい。そして菜の花の丘のバニラアイス、いただきます。優しい甘さですよ。この春夏にぴったりのアイスクリームなのではないでしょうか。今回も千葉市ふるさと農園の魅力をご紹介してきました。さあ、次回は一体どんな魅力をご紹介していただけるんでしょうか。はい、次回は園内に隠された地域とのつながりの話や人気のバーベキューなどをご紹介したいと思います。お、地域とのつながりにバーベキュー、次回も非常に楽しみにしています。今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。農業体験はもちろん、自然を生かしたさまざまな体験、本当に気持ちが良かったです。皆さんも体験してみてはいかがでしょうか。続いてはこちら、千葉市政らより5月号からのお知らせです。慣れた街、いつもの道でも右左をスローガンに、5月11日から20日までの10日間、春の全国交通安全運動を実施します。今回の重点目標は3つ。子どもをはじめとする歩行者の安全の確保、横断歩行者事故などの防止と安全運転意識の向上、自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底です。交通事故は夕暮れ時や夜間、明け方の道路横断中に多く発生します。歩行者は明るい服装や反射材を活用し、ドライバーは思いやりのある運転をお願いします。高齢者世帯を狙った電話で詐欺やしつこい迷惑電話などによる被害やトラブルを防止するため、迷惑電話防止機能付き電話機などを購入・設置する費用を補助します。対象者は千葉市に住民登録があり、市税を滞納していない65歳以上の方のみの世帯、または家族と同居しているが普段日中は65歳以上の方のみとなる世帯です。補助台数は先着300台程度、対象機器、申請方法など詳しくは千葉市迷惑電話補助金で検索してください。今回ご紹介した内容は千葉市政らより5月号に掲載されています。さて、次回6月前半号の放送では6月1日発行の千葉市政らよりの情報を中心にお送りします。それでは今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。